やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうも皆さんこんにちは。ただ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 スタミジャパンが歩く配信が始まりました。いやー、すぐツイートしてから配信始めようと思ったんだけど、ロル欲が抑えられなくなっちゃって、ロル一戦してから来たわ。ご飯屋さんはなんかいいところがあったらいいね。ちょっとがっつりは食えないんだけど、今日はもう外配信リアタイ初です。言うてね、外配信って2023年はそんなしてないかな。月1ぐらいじゃない。もっと増やしていきたいね。よろしく。走ってしまうと有酸素運動が過ぎるんで筋肉が溶けていっちゃうんですよ。脂肪も減るんだけどね、筋肉も減っちゃう。だから筋トレしてる人はね、走っちゃいけないんですね。チャリはいいんだけど、あれチャリってチンに悪いんだよ。あんまりおすすめしない。血流を止めちゃうんだってさ。座ってるの自体が良くないからね。自転車なんてさ、モロにじゃん。もう血流がさ、圧迫されてるのがわかるやんね。ジャストフィットして、サドルって。俺サウナ大好きだったんだけどさ、頭に悪いっていうのを見てからあんまり行かなくなっちゃったもんね。行くっちゃ行くんだけど週2ぐらいになっちゃったよ。週 2?2 週に1回ぐらい。で、入るときはさ、水風呂でさ、タオル濡らしてさ、頭に当てながら入るんだよね。てかサウナあれだよね、最近。健康に悪いっていうのがさ、証明されてきたっていうか、なんか騒いでる人だよね。サウナは健康にいいって歌い出して、ね、それにカウンターする隙を与えてしまったから、サウナアンチたちがブワッと湧いてきて、別にね、サウナ入ってる人の大半は分かってるよ。健康にいいところもあるだろうけど、悪いところもあるなっていうのが分かってるから、健康に 100% いいと思って入ってる人なんていないからね、ほぼ。快楽のために入ってるんだからね。サウナアンチたちのモチベーション、いや、サウナアンチたちのモチベーションは、サウナーたちが多分しつこいんだと思う。俺もサウナめっちゃハマった時さ、サウナ行ってなかった。サウナにはまった人たちって本当にサウナってうるさいんだよね。なんかね、ちっちゃいところから始まったコンテンツだから、サウナってかなりマイナーなとこで、今もうメジャーまで来てるじゃん、サウナっていうものが。それはもうみんなの不況あってなんだけど、なんか知らないけど不況したくなるコンテンツなんだよな、サウナって。それにうんざりしてるんだと思う。俺もサウナ大好き、みんなに不況したしね、いろんな人に不況したよ。ケンキにも布教したしさ、ジャスにも入り方を教えたしさ。そう、今本当にどこにでもあるしね。サウナって歌うしね、ただの銭湯が。なんかその世の中にうんざりしてるんだろうな、サウナアンチたちって。ケンキは俺以上にサウナ狂いになっちゃったね。今までは本当に引きこもりだったけど、なんか俺が外に出る理由ができたわとか言って。いいことだよね、でもね、趣味ができるのはね。はい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 、どうもどうも。また来てたな。走ってきました。お疲れ様。お茶いりますよ。お茶欲しい。お茶飲んできたんで。マジ、はい、めっちゃいいやん。クソ気が利くやんけ、お前。ありがとう。はい、良いお年を。ありがとうございます。またね、ありがとう。ウォーキング中はお茶がいいんでね。ねえ、コミケ頑張んないとね。コミケ自体参加が初めてだから、どんなんなのかわかんないけどさ、ジェパードがそもそも結構人気キャラだから。あとあれな、ヒトさんって声かけないでな。俺初めてさ、コスプレしてのがさ、ドラクエだったの。東京ゲームショーやったんだよ。みんなヒトさんって言ってくんの、反応できねえから。その場にいるのはジェパードなんで。わかった、スタンミジャパンはいません。マジで、ほんとね、みんな反応持って、俺がいつもこんなんだからなんだろうね。え、下さん、手振って、下さん。え、無視なんみたいな。シュンとされても困るんだけど。シュンとすんなよと思って。
なんで反応してくれないんですかとか言ってくるやつもいるさ。やめてくれよ。いません、そこに。スタミジャパンは30日31日に会う私は全てもうジェパードなんで、呼ぶときはキャラ名でお願いしたいね。まあでも他のコスプレイヤーさんとかどうしてるのかわかんないけどな。活動名とか、ね、で呼ばれて反応してんのかな。まあそこまで厳密にやってないのかな、そもそも。えなこどうしてんだろうな。まあでもえなこのコスプレって結構えなこだからさ、しかもそこを多分意識してるんだろうね。えなこはえなこでいいとこまで行ってんだよ、コスプレの話だけで言うと。ドラマでキムタクがキムタクであっていいみたいな、他の役になんないやん。どのドラマでもキムタクってキムタクやん。何系？あのね、おでんとか鍋とか海鮮とかがいい。明らかにおでん食べ放題のお店です。そうなの。大丈夫？こんな駅前に美味しいお店あんの？疑ってかかってるよ。ほんとか？あっち側だな。あっち側だと。キズナ寿司のビール。感無量。あ、あれか。俺あそこ行ったことあるぞ。あれ、ジャスたちと行ったわ、あそこ。筋トレ帰りに。頼む。空いててくれ。そして配信 OK であってくれ。うまそうな飯屋があって、まあ、そこなんだよな。YouTuber っぽくない佇まいが大切。害はないんですよ。寄って、寄ってるか？満パンだ。満パンだよ。困ったね。キスマークちげえ、これ縫ったんだよ、ほら。治ってきたけどね。変わった店。全部イワシなんだけど。飯屋の目処決めときゃよかった。死ぬほど腹減ってんだけど、やばい。焼酎屋さんだけど、ご飯が何？うまそうだ。これやばいって。やばい、俺このままだとあれだよ。限界が来たら、セブンのおでん公園で食べるわ。どうも。見つけた。見つけた。じゃあ今俺歩みを止められないからちょっと行ってもらっていい？すみません。うん。すぐ家で。はいはいはい。来てくれたの？はい。え、すぐそこ家？ここら辺のさ、おすすめの道知らない？わかります。焼き鳥なら美味しいとこ知ってるんですよ。あ、焼き鳥か。ありがとうございます。ありがとう、またね。いい音しよう。泣いてる。アジのたたき。と冷ややっこ。モズクス。日本酒っておすすめありますか？飲みやすいやつって分かんないんで。飲みやすいのですと、はい、一番飲みやすいのはこちらの雪。じゃあそれでお願いします。はい。一旦それで。はい、ちゃんと飲んでやれば解決できることが。
はい。あ、本当ですか。今やってるんですよ。まだまだ涼しいです。店員さんが見てくれた。そうです。まあまあ。でもやらないといけない。冷ややっこでーす。はい、まーす。そういうもの。男はいつからさ、日本酒たまらん。めっちゃ飲みやすいわ。はい、ごめんなさい。はい、畳いわしです。はい、温度が低すぎるとなんか変なえぐみが出て、これじゃどうぐらい？僕もいろいろやりました。最後まで。アルコールなんですよ。めんどくせえ、お前。畳いわしだって。磯の香りがめっちゃする。こうじゃない。布袋がありますね。ガーゼみたいな布袋の一足こうして落とす。ダメです。でも絶対ブルーが先生ってあれだけ飲むとこうじゃん。あんな感じじゃないですか。だからブルーマウンテンだけで飲んじゃダメなんですよ。あブルーマウンテンって言ってブルーマウンテンシャマです。お疲れ様です。ブラジル入れちゃうと、こちらもいただきます。こちらもちょっとそれを聞いてアンドラだわ。うわっ、やば、シシャモやばいわ。引き出すの全然違う。卵焼きと、はい、おにぎりです。結構それって言うことじゃないと思ってた。だってそれってコミュニケーションも使う性質っていうか、大根の塩うまい。言い方は悪いですけど、検索士とかは特に僕は IQ が780とか、教科書の小さな力っていうのは分かるわけで、言ってしまうと教養はないんですよ、そういうやつは。
から僕の渋谷さん好きなのは、でもそれすらも、まあ、できない人が多いんですよ。95日幸せだ。そういうできます。すごく幸せを感じる。すぐ垂れ目なんだよな俺。酔ってくると。ありがとうございます。はい。じゃあお下げします。はい。完成。おい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 。でも、新作のティーっていうのはすごい意外でした。あー、いいな。いいわ。うん、まい。日本の人、カレーはちょっとやばいな。チビ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 さん。すごい。あー。うまい。すごいね。日本ってすごくない？たまんないな。ああ。うまい。うまいよ。幸せだ。あったけー、冬の茶漬けやばいね。あうん、なんかこれどうしたらいいの？韓国語の感じが、やばい、やそうさせて。やらないといけないと思う。現在、現在確かに大丈夫。20日1本お願いします。いいよ。ああ、マジ幸せ。やばいやばい。マジやばい。で、なぜ、すみません、お会計で。お会計で、はい、お願いします。6800円です。すみません。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。うわ、気持ちいい。気持ちいいぞ、おい、外が。すいさん、どうも。お疲れ様です。あ、今俺酔っ払ってるけど大丈夫？大丈夫です。水かポカリかどっちがいいですか？水がいい。どうです？ありがとう。大丈夫です。ありがとう。またね。というわけで、今日俺が食ったのはこちら。というわけで、ちょっとここら辺を回遊しつつね、締めていきたいと思います。うんまあ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 やばいやばい。外で笑ってると怪しいから笑っちゃあかんぞ。はい。というわけで、今日のスタミンジャパンの配信はこれで終了です。しこたま飲んで、しこたま食って、幸せになったんで、私は帰って寝ゆう。